アメリカスズメのヒエパスッポラムのオトットムフラグはイネカの総本で日本では気化植物である。バヒアグラスの名で牧草として用いられることもある。地表に張り付いて伸びる、匍匐形を伸ばし、弧は太くて Y 字に分かれる。日本では都市近郊の道路脇でよく見かける雑草であるが牧草として広く栽培され、それによって世界に広がった。世界的には 木草としてよく知られている。また、根県に窒素固定細菌と共生関係を持つとの報告がある。太い地下茎を持つ多年生の層本。一部を除いては全体に無毛で、表面は滑らかで深緑を帯びる。地下茎は太くて木質で、先端は分子して横に張って長く伸び、表面は枯れた幼少に包まれる。 茎は高さ30から80センチメートルになり、洋芯は長さ10から30センチメートル、幅は2から5ミリメートル、滑らかで厚みがあり、光沢がある。木部近角は左右から2つ折りになる。洋蝶は左右から扁平で、背面には明らかな竜骨があり、洋芯と同じく無毛で光沢がある。色は普通は単緑色で木部近角のものは、 淡紅色を帯びる。恥田は耐火して細かな毛の列となる。これと養心の基部の円に数本の長い毛が出るのが、この植物の無毛でない部分である。火器は7から9月。花除は、茎の先端に伸びた家系の先に、普通は2本、時に3本の房を出す。房は、長さ6から 15CN で小棒2列につけ、太くてまっすぐで、斜め上に伸びて、V 字状になる。 コボは長さ2.5から3ミリメートル、無毛で単力色で光沢がある。第一方 A はなく、第二方 A はコボと同大、3から5脈を持つ地、やや膨らむ。第一小花の森 A は第二方 A と同大だが、やや扁平。第二小花の森 A も、ほぼ同大で角質。薬と中等は、国子色。日本では、幾家植物。 熱帯アメリカが原産とされるが、牧草として全世界の団地に広がっている。日本では都市部や農耕地周辺の雑草として見られる。この種の4倍体では、ネケン土壌において窒素固定細菌であるアゾトバクターの一種、アゾトバクターパスポーリーが常在し、それに対して本種の2倍体やそれ以外のスズメのヒエ属の植物では、このような関係は定着しない。 この種においては、根の表面にこの細菌が多数付着しており、空中窒素の固定を行っている。日本産では、草が2本出るものに、奇襲ズメのヒエ等があるが、本種がはるかに大きい。大きさでは、島ズメのヒエ、スズメのヒエなどが似るが、草が2本であるので区別はたやすい。他に幼少に流骨があること、歯に光沢があること、歯舌が退化して、 猛烈となること、薬と中等が国子食であることなどが確認できれば、本種と判断していいとのこと。世界の団地では、牧草として栽培されている。この分野では、この植物は、バヒアグラスと呼ばれ、放牧するにも、干し草とするにも用いられている。ただし、日本の多くの地域においては、単に雑草である。長田 p 長田 p 長田、 P586 ドーバーイナーへ通る長田 P586 平田 P7 ありがとうございます。